この番組は NEC 日本電機グループ、ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、そんなわけでございまして、はい、今週もまたここ、はい、福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズからお送りしたいと思います。なんかハワイってとこですけどね、はい、そうですねとりあえずね、今ねすごいんですよ、はい、こちらではハワイウイングというイベントをやってまして、はい、ハワイの方々をお呼びしていろんな催しを行うということで、4月の5日までやっておりますので、よろしければ来てみれば。もう私たちはもう先週から居続けですからね。いいですね、今日は仰いでもらっちゃってね。もう、あの先週いたあの尾崎も、あの高見も、呼びつけになりましたね、もう、もうね、盛り上がりましてですね意外と2人ともヤンキーだってことですよくわかりました。あ、なるほどね。はい、はい、そんなわけでね、はい、まずはじゃあこのコーナーから行ってみたいと思います。はい、はい、ベストセレクション。というわけで今週はデジタルコミックのおすすめソフトを選んでみました、はい、どうぞ。最初はうるせえやつら、はい、ラムちゃんファンがですね、うん、みんな CD ロムロムユーザーになってしまったというですね、いわくつきのソフトです。そしてコブラ2、はい、原作者の寺澤武一さん自身がね、膨大な手間をかけてシナリオグラフィックを書き下ろした力作です。そしてランマ2分の1、囚われの花嫁、はい、ランマアクション現バージョンもね、ヒットしたんですけどね、はい、これも、オリジナルストーリーのアドベンチャーゲームですから、マニアには答えられません。はい、というわけでね、今週は IQ パニックというゲームソフトの当選者発表をしようと思います。それでは1人選んでください。こぼれ落ちそうだから、この辺から。板橋区にお住まいの高見優子さん、他9名の方に差し上げます。おめでとうございます。ね、はい、さあ、そういったわけでございまして、はい、今週もじゃ あの福田の活躍を、はい、やらせていただきます。期待してますから。今週はもうハワイ人になりきって。どうしてそういう頭からそういう格好してるのか、ちょっと聞いてもらえますか。すごい、みんなこのねパンツやめてくれってみんな頼んだの。でもどうしてもこれがいいっていうの。自分から一回やってね、これあのなかなか抜けなくなっちゃって。どうだ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 。やめてよ。気持ち悪くなんないのちょっとじゃあ、最初で結論割れ目をちょっとどうだ信じられない誰この人。見たくない人はコマーシャル、はい、ゲートオブサンダー、シューティング新時代の幕開け、人類が未だかつて体験しえなかった空前絶後の稲妻が走る。スーパー CD ロムロムで過激に登場、ゲートオブサンダー by ハドソン。気合い、お、出て揚げ玉の PC エンジンソフトが出た。 NEC ソフト第1弾、変換技で合成銃をやっつけろ。揚げ玉 PC エンジンでね。
進めてください。いやすごいところでした。なんといってもね、ここの名物っていうのが、これ25年の歴史を持っているこのタヒチャンダンスなんですよ。あ、そうですか。ダンスのチームの皆さんがもうこの有名な名物なんでございます。有名な名物ですか。はい、そうでございます。どうもこちらがですね、全日本フラダンス協会の会長のカレーナに早川先生です。あ、どうも、はじめまして。よろしくお願いいたします。もうこちらの方なんかもうよく口が動いて、こちらもう何年ぐらい、何年ぐらい、9年ぐらい。あ、9年ぐらいご立派な体格ですね。いろんなとこからお誘いはありませんか、他の。ないです。そうです。四股踏んじゃったに出てませんでした。出てませんね。失礼でしょ。あ、そうです。こちらにも、こちらハワイ。ハワイ。ね。かっこいいでしょ。ね、とてもこの方はもうね、踊ってたら見たらもう腰がね、カン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 。あ、そうでした。ちょっと行きましょうか。せーの、腰を。はい。はい。はい。チェック。これですよ。ね。どうもありがとうございます。そういったわけで、はい、これうちのメンバーなんですけども、あ、そうですか。ちょっと腰だけ振ってみますから、はい、あ、ダメといいとだけ言っていただけますか。最初に、はい、まず踊る前に。はい、しました。じゃあ皆さん、はい、はい、全員ちょっと音に合わせて腰だけちょっと振ってみてください。いいですね。じゃあ腰振る音だけいただけますか。ちょっと音を入れてください。腰振る音だけいただけますか。はい、ゆいちゃんで慣れきってるハワイ人。あ、そう。じゃあちょっと袋ちょっと最初に代表で。そうに。はい、エヴァレスアローハ。うるさいんだ。偉そうなんだよお前は、ね、客席はもうなんか、ね、和みますね。和むお客さんがたくさんいる。営業やってるわけじゃないんだから、ね、若いですよ、ね、どうだお前、踊りをバカにしてるのか。純粋に先生がもう怒ってらっしゃるよ。どうでしょう、私冗談ね、先生どうですか。怒れるよりか笑いました。ありがとうございます。最高。それでこうちのですね、もう一人、はい、渡辺というのはこれがやります。はい、拝見します。これがやります、はい、じゃあすいません。あそこの会場のお客さん一人誘って。お客さんと一緒に。お客さん。このお母さん。その結論動きのやつだ。お母さん、舞台の。お母さん。なんか営業やってる気分だったんですよ。私昔を思い出して営業。お母さんじゃあ結論をちょっと振っていただけますか。いや一緒に振った。男の子と女の子が前こう近づいてぐるぐる回ってる前。うわ、ネックスレールツラもうキンキン、はい、すごいですね。異様でくちゃくちゃになっちゃうから気をつけてくださいね。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お母さん、お辞儀すると上からパンティとブラジャーが丸見えになりますから気をつけて。はい、いろいろ先生すいません、本当に、はいね、じゃあ集まって、じゃあ、はい、それでは、はい、じゃあ本当教えていただき、練習をちょっと教えていただきたい。はい、はい、これ裸足の方がいいですか。裸足の方がよろしいですね。裸足になるよね。僕なんで最初から裸足なんでしょうね。はい、そのこれを履いてお前は来るんじゃないよ。こんなものを履いてお前は。はい、じゃあ裸足です。はい、よろしいですか。はい、はい、それでは腰に手を置いて、はい、右に、はい、ワン、はい、ツー、はい、スリー、フォー、はい、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、はい、結構です。そちらもうちょっと振って、ね。さあ、すいません。あれ、まだちょっとね、ヤンキーで、頭が悪くてよくわからない。頭が悪い人。さあ、こっちはどうでした？彼女はどうでした？とってもいいですよ。よかったです。ちょっとリクエストに。早速。じゃあ、リクエストにお答えして、はい、オンタイム、どうぞ。はい、3、はい、はい、1、2、3、4、5、6、
結構胃が痛くなりますね、はい、こっちの市川はですね、みんなみたいにこういうブラジャーがしたかったんですけど、どのブラジャーしても全部落っこっちゃったんです。あらあらあら、しょうがないから今日水入れされたってことになります。大丈夫です。うちじゃないでよ、胸はあってこういう体験です。はい、素敵素敵。はい、よろしいですか、はい、さん、はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
ね。さあ、そういったわけでございまして、はい、この後はどうすればいいですか。はい、その次はいいですか、はい、回しなさい。はい、ぐるりぐるりと、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、はい、一、二、三、回らない、六、七、八、はい、回して、はい、大きく回して、回して、そうそう、とてもお上手です。調子に乗ってんじゃないんだよ。どうしてそんなに回るの、ま、お前、そう、ここが気に入ったらここにずっといてもらって構わないんだよ。いや、ね、私帰ります。後ろにダンサーの方すぎる。一緒に。あそこには四股踏んじゃったの方もいらっしゃるし。え、私、気に入りましたけど、一緒に連れて帰ってください。そうです。はい。はい、いいね。でもあいつはなかなかいいですね。いいですね、とてもね。ね、はい。はい。それから、はい、1、2、そらで回して、はい。回しますね、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、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 いかがですか。あ、腹筋が、腹筋が強いんですよ。ね、いい運動になるんですよね。じゃあ見本をちょっと2人ずつでやってみましょうね、はいはい、じゃあこの2人ちょっと見本、はい、この人2枚で、今やだな、見ちゃうじゃんよ。いいじゃない、え、いいじゃない。お互いのよくケツの動き同士、ね、じゃあ先生、音、はい、いきますか。はい、はい、でしょ、分かってないんですよ。もうお前先週今週水を得てたから。どうしてちょっと色白いよお前。すいません、これからやります。このマイクをこの貼ってるのが情けないですね。ここのところにマイク貼ってヒリヒリしてて、ヒリヒリ。じゃあちょっと踊れない同士も先生ちょっと見ていいですか。はい、じゃあ踊れない同士ちょっと2人いきましょう、ね、全然ケツが、ケツの動かない同士2人ちょっとやってみましょう。はい、はい、今と同じ、今と同じですね。はい、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 5、6、7、はい、全然腰が動きませんよ。一度ね、福田、はい、彼女一回上に乗せてあげて。わかりました、ね、分かりましたじゃない。はい、行きましょう。はい、というわけで先生、はい、どうも失礼があって申し訳ない、はい、後ろの方もじゃあ協力して、この次は皆さんに混じって、皆さんとね、ご一緒に踊っていただいて、はい、踊っていただきます。はい、師匠が今度踊っていただかないことにはね。私はもうね、ちょっとそうですか、だってそうじゃない。いろんなことがありますけど、はい、そのままみんなの踊りはコマーシャルの後です。トイレの中での臭い戦い、とにかく変なやつらがたかってたかってたかりまくる、匂ってきそうなドタバタシューティングゲームの登場だ。2人同時プレイの新方式、中
気合のヒーロー揚げだもんだ。みんな気合い入れて生きてるか。いまいち気合が足りないって。そんな時は俺の活躍を見て気合を入れて頑張ってくれ。ワープロ活劇アニメ現地通信揚げ玉、毎週金曜日夕方6時から放送中。合言葉は気合い一発。見てたらね、なんか手旗信号送ってるみたいな。俺は何かこれは連合艦隊山本伊勢六かと思ったくらいですからね。本当の方がテンポが速くて悪いの。テンポ速かった。ちょっと意地悪したんです。ちょっとテンポ速くしたんですよね。あ、いやすごい。ちょっと速かったんです、ね。こっちの横の二人はですね、あの横に美しい方がついていただいたおかげで、ね、よかった。そうですね。お前はさっきのは全然面白かった。お前はただ汗かいてるだけだわ。暑いでしょ。汗でかいてる。先生、誰が一番良かったですか、この。そうですね。やはりね、はい、女性はこちらが。はいはい、男性は。さあ、男性はやはり汗かいた分。汗かいた分。こちらが。Thank you, ma'am. アローハ。じゃあ、リコ、ね、はい。じゃあ一人答えて。すいません、音ちょっとだけください。せーの、はい、どうぞ、一人で。一人で。どうぞ、すいません、音ちょっとください。だからよかったら彼は置いてきますから。そうですか。代わりにあのこっちの彼をうちのメンバーに入れていただければ、ね、このメンバーで私は今日帰ることにしますから。あれはもう丸焼きにつくなと何するんだと勝手にしていただきたいと思います、はい、というわけでございまして、はい、来週からこのメンバーでお送りしたいと思います、先生今日はどうもはい、はい、先生今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。今噂のソフトはこれだ。超大作 RPG 天外魔境2がついにベールを脱いだ。掟破りのスペシャル CD スーパー CD ロムロム体験ソフト集特別価格で発売中。沢口はこれで沈めてくれ。時代を超えた PC エンジンデュオ。NEC ソフト第1弾、変換技で合成銃をやっつけろ。うわぁ、やいなぁ、辛い。現実通信揚げ玉 PC エンジンでね。はい、じゃあ、 体の回避とのコーナーです。はい、今日のメインフィーチャーはパロデュースだ。改造町人守備民番3、はい、人気シリーズがね CD ロムロムでの新作発売ということになったわけですからね、はい、こういうアニメシーンでねやっぱりキャラクターゲームっていうかですねキャラクター性の強いゲームっていうのは盛り上がりますよね、うん、もちろんねこういうあのストーリーだけじゃなくてあのアクションシーンもね、うん、前キャラクターが一回り大きくなってですねあとこういうあの操作性も随分ね良くなってますね。効果音とかですね、うん声もなかなかいいし今回ね2人で同時プレイのほか乗り物や特殊アイテムも
充実。次は極楽中華大戦。はい、中華風の世界を進んでいくサイドビューのシューティングゲームなんですけれどもね、うん、あ、シューマイだ、さっきの。そうそうそう、中華風のですね、背景とか敵キャラクターに注目していただきたいと思います。かわいい。あのアーケードをね、単に移植しただけじゃなくてね、うん、例えばね、あの敵キャラクターをどんどん新しいものを入れたりですね、うん、こういうの反対側に向ける操作性を入れたりとかね、結構努力した跡が見えて嬉しいですね。今日の新作情報はパロデュースだ。はい、参入してですね、 PC エンジンマニアをね、うん、お喜びさせたコナンのですね、新作本当に力が入ってますよね。はい、結構コミカルなね、うん、シューティングっていうかね、コナミのシューティングゲームヒストリーそのものをですね、パロっちゃったゲームでね、うん、あのゲーム好きな人ならですね、にやりとできるシーンが至る所にあるんですけど、マイキャラクターも選べてね、まあ、さっきタコだったのはこれはね、ビッグパイパー、ね、うん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 、あとね、これはね、他のゲームのね、ツインビーっていうゲームのね、はい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 、縦スクロールが横を向いて登場ってことだね、うん、あのマニアをお喜びさせる、こうマニア的な楽屋落ちがね、マップ面にもね、そのシーンなんかね、喜ぶ人喜ぶと思うんですけどね、うん、だけどね、マニアだけじゃなくて初心者でも大笑いしながらプレイできるところがね、僕はあのコナミの実力だと思います。うん、なんか見たことある画面が出ると嬉しいね。そうそうそう。で、あとね、やっぱりこういう可愛らしい面なんかね、マニアだけじゃなくて女の子とかもですね、うん、喜べるんじゃないかと思いますね。色っぽい絵が多いのも私とっても嬉しいですね。というわけでね、あの我々がこんなところで遊んでるうちにですね、うん、なんと天外魔境2万字丸が完成しちゃったんでね、うん、今日は急遽予定を変更しまして、天外2コーナーを延長しましてですね、バッチリお見せしたいと思います。 VTR どうぞ。天外魔境2。はい、これが天外魔境2万字丸の完成画面なんですけどね、あの実はね、今あの天外2プロデューサーの清水さんにですね、電話がついてるんですね。お話を伺ってみようと思います。清水さん、どうも。どうもこんにちは。はい、そっちの方にも映像出てますか。はい、来てます。はい、まずは完成おめでとうございます。ありがとうございます。ずいぶんね、長くかかって大変な作業だったんですね。長い間お待たせして大変申し訳ございませんでした。はい、やっと完成いたしました。3月26日発売、はい、OK ですか。 OK です。ね、やっぱりね、これぐらい時間かかってですね、大きな作品になるとね、あの随分いろんな苦労あったと思うんですけどね、その辺のエピソードをですね、ゲーム画面、マップ画面を主に見ていただきながらお話していただこうと思うんですけど。そうですね、まあ一昨年の今頃から 3,4 人でスタートしたんですけれども、去年ピークを迎えてですね、ピーク時にはプログラマーをなんと13人、グラフィックデザイナーを50数名、うわ、ゲンガマンを8名、こういう大規模な、まあ、人員で開発をやってたわけです。普通のゲームに比較するとやっぱ10倍ぐらいも、10倍近い人員になると思いますけど、それぐらいの人員が長い間かかるとですね、なんかアクシデントみたいなこともあったと思うんですけど、どうですか。まあ、あのいろいろあるんですけれども、そうですね、去年のお盆に入った直後にですね、お盆当然全員出勤なんですけれども、はい、初日にエアコンが故障しましてですね、夏34度ぐらいあるんですけれども、室内がのコンピューターが入ってるもので38度ぐらいあるんですね。あでそこでパンツ1枚になって汗みどろになって。そうです。あ、じゃあ本当に汗と涙と鼻水が入ってるソフトですね。肝心 のゲームの方なんですけど、このシーンなんか初めて見るんですけど、どういう、まあ、ある山の中でトロッコに乗るんですけれども、普通の、まあ、ビジュアルというアニメシーンばっかりこう話題にされるんですけれども、はい、天外の場合はこういうマップ上でいろいろ動きがあるイベントというものを結構重視してやりました。はい、期待したいと思います。じゃあまたぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。はい、それではプレゼントのコーナーです。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。はがきをくれた方の中から抽選で10名の方にパロデュースダウンのソフトを差し上げます。番組特製のテレフォンカードも10名の方にプレゼントします。はい、宛先はいつもの通りです。1852、テレビ東京大竹まことのただいま PC ランドプレゼント係、こちらまで送ってください。締め切りは明日の消し胸です。なお発表は発送をもって返させていただきます。市川金子情報。最初にですね、神奈川県横浜、中島まさる君13歳、渡辺さんの本は売れないと思う。どうもありがとうございます。売れてるよ。これは誰ですか。大阪府、竹村和彦。僕の知り合いの友達のお姉さんの友達が大竹さんの新大阪の女の人と知り合いだそうです。うるさいって新大阪にいるんですか。いないって女の人。それを聞いてなんだか嬉しくなった私です。自分で紹介するぐらいだからまだこれは軽い方です。そうですね。何もないってことです。
金子さんのレコード、帰る途中フルレコード屋の前を通ったらパープルレインが半額で売ってるみたい。嘘でしょ、早いね。誰これ、有山、ふざけんなって感じか。すぐ行っちゃいますね、まったく。はい、今週もいろいろありましたけど、今週もここ、スタリゾートハワイアンズからお送りしました。はい、はい、来週はちゃんとスタジオに戻って、はい、うん、ね、このヤンキー2人はここに置いてきますから。見たかった、じゃあ会いたかったら皆さんここに集めてね。はい、ハワイユイングも4月5日までやってます。それでは皆さん、さよなら。この番組は NEC 日本電機グループ、ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。伊藤君だったら全然違いますから。伊藤君とは全然違いますそういうふうには名前はなんて言うの。今度はゲームボーイだ。高橋名人の冒険島2。愛しの恋人を救うため、高橋名人が8つの島で大暴れするとびっきりの冒険活劇。元祖アドベンチャーアクションゲームの決定版、高橋名人の冒険島2。大冒険島もよろしく。バイハドソン。